4人の友人が山でハイキングをしていました。しかしお昼時になると天候は土砂降り。みんなは洞窟に隠れることにしました。冷たい風から身を守るために入り口からは距離を置くことにします。洞窟の奥深くへ入ったところでアメリアが携帯をなくしたことに気づきました。友達に頼んで来た道を戻り携帯を探してもらいます。その間アメリアはその場に残り火を起こすことにしました。30分後、友達は戻ってきました。ジェームズは暗い中で地底湖に気づかず中に落ちてしまったと言いました。オリバーはコウモリに出くわして怖くなり慌てて引き返してきたと言いました。イーサンは危うく迷子になるところでした。俺は洞窟の中をずっとさまよっていたさ。なんだか怪しいのは誰？イーサンは嘘をついていますね。ジェームズは湖に落ちて髪がびしょ濡れですが、イーサンの髪も濡れています。雨の降る外にいたはずなのに洞窟をさまよっていただなんて一体何を企んでいるのでしょう。警察にローレンス氏からの通報が入りました。何者かが勝手に車でドライブをし街灯に衝突した後に逃げ去ったのです。ローレンス氏は犯人がご近所の誰かであると考えています。その3人に警察が事情聴取をしました。アイビーはずっと仕事で夜になってから帰ってきたわと言いました。キャメロンは屋根裏部屋でガラクタを整理する父親を手伝っていたんだと言いました。そしてアーロンは友達と一緒にピザを食べて最近のドラマをずっと見ていたぜと言いました。それぞれの証言を聞いた警察はそのうちの一人を逮捕しました。それは誰でしょう。キャメロン。彼の家に屋根裏はありませんね。嘘をでっち上げています。ケビンはずっとバイクに乗ることを夢見ていました。いくつかの教習を受け様々な本を読み漁った彼はついに貯金がたまり夢のバイクを買うことになったのです。大興奮のケビンはすぐさまバイクにまたがり走っていきました。ツーリングを楽しんでいると彼のバイクは突然横から強い力で押されました。そう、幸運にもヘルメットのおかげで無傷でしたが、さすがにバイクはそうもいきません。見回した彼はグレーのフォード車が遠くへ走り去っていくのに気づきました。当て逃げです。必死になったケビンはすぐさまバイクをチェック。破壊はされているもののまだ走れます。彼はその先へバイクで進んでいくことにしました。するとその数分後、全く同じグレーのフォード車がコーヒーショップに止まっているのが見つかりました。中へ駆け込んだケビンは4人の客を発見しました。当て逃げの犯人はそこから見つけ出すのに彼にそう長い時間は必要ありませんでした。犯人はカウンター横の男。その他の男はもう食事を始めていますが、彼は今しがた注文を始めたばかりです。ナオミは両親と兄と共に住む家に友達を招いてパジャマパーティーを開きました。彼女は友達に一言だけ注意事項を伝えていました。お兄ちゃんの部屋には入らないでね。兄のマークはいたずらが大好き。部屋に入ったが最後、外に出てこれなくなるかもしれません。ナオミと友達は美味しいものを食べ噂話をし TikTok の流行りを見て過ごしていましたが、そこで友達の一人がこう聞きました。ねえ、レベッカはどこに行った？彼女たちに知る由もありません。レベッカはキッチンへ水を汲みに行って道に迷い、マークの部屋に入ってしまったのです。彼女の背後で扉が閉まってしまいました。するとレベッカは扉にパスコード式ロックがついていることに気づきました。放心状態でレベッカは辺りを見回します。テーブルの上にあるのは紙切れかしら。彼女がそれを手に取ると、そこには5桁の数字が書かれていました。少し考えた彼女はアルファベットの組み合わせを入力し、見事に部屋から抜け出すことに成功しました。パスコードは一体何だったのでしょう。コードはそれぞれの数字の英語の頭文字 TSSNT でした。クレアはクラス1の優等生。また人当たりもよく親切です。クラスメートは彼女の人柄に惹かれており、しかも彼女が毎回テストで助けてくれるので彼女のことが大好き。
しかし今回は難しそうです。次の数学のテストでは新たな規則が設けられます。学校には生徒と数人の教師しか立ち入ることができません。図書室やカフェテリア、体育館は閉鎖。生徒は携帯を特別なロッカーに預けなくてはなりません。私語は禁止。トイレに行く必要のある人は一人ずつ行くことになります。一人が利用するたびにトイレは教師にチェックされます。トイレットペーパーも何もかも。クレアのクラスメートたちは青ざめました。これではテストに落ちてしまう。大丈夫よみんな、クレアは言いました。私に考えがあるわ。後日返却されたテストで彼らは皆満点を取っていました。教師は生徒たちがカンニングをしたと確信していますが、一体どうやったのでしょう。まずクレアが最初にトイレに行きます。彼女は曇った鏡に正しい答えを指で書いたのです。後から来たクラスメートたちは鏡に息を吐きかけることでその答えを読むことができました。なんとも賢い。ブラウン刑事は密輸の疑いをかけられたとある男を尾行中です。突然男は早足になり角の向こうへ消えてしまいました。刑事は走って追いかけましたが男の姿がありません。隠れられる場所があるとすればそれは美容院。ブラウン刑事は中に駆け込み3人の女性を見つけました。3人のうちの1人は尾行していた男のはずなのですが、一体それは誰？どの女性も女性的な格好をしていますが、右の人の腕には毛がびっしり生えていますね。捕まえろ、そいつがルパンだ。高価な指輪が広いショッピングモールの1階にある宝飾店から消えていました。支配人はすぐさま警察に通報を行いました。監視カメラの映像を見ると3人の容疑者が浮上しました。学生と10人の娘を連れた女性、それに老人です。学生はこう供述しました。僕は宝飾店の隣で友達と待ち合わせをしていただけです。店になんて入っていないわ。女性はカンカンでした。私は事件が起こる間はこの娘と一緒にモールの映画館にいたんだもの。老人はこう答えました。確かに私は宝飾店に入った。そこで気分を悪くしたのでコップ一杯の水をもらったのよ。だが指輪は盗んでいない。嘘をついているのは誰？映画館で上映されているものは全て16歳未満入場禁止。女性は娘を連れて映画を見ることはできません。ある日公共の図書館が不思議な告知を出しました。それは会員は好きなだけ本を借りても良いという内容でした。また向こう半年は返却の必要がないという条件もついていました。一体何が目的？図書館は新たな建物への移転を計画していたのですが、予算が足りなかったのです。この方法であれば利用者がやがて移転先の図書館へ本を返しに来るので本の運搬費用が浮くというわけです。賢いな。